サバンナは1971年から1978年にかけてマツダが生産していた乗用車である。コスモ、ファミリア、ルーチェ、カペラに次ぐマツダ第5弾のロータリーエンジン搭載車として1971年9月から発売された。開発コードは X808。ボディタイプは発売当初セダンとクーペが用意され、 後にステーションワゴンのスポーツワゴンが追加された。またマツダのロータリーゼーション製作の一環として、ライト版も試作されたが、経済性に難があり、発売はされなかった。また、レシプロエンジン版として、姉妹社のグランドファミリアも発売されていた。最初のモデルは10アンペア型エンジン搭載で、トランスミッションは4速フロア MT のみ。最高出力は105馬力ではあるものの、 ロータリーパワーに対応するべくリアのショックアブソーバーをバイアスマウントしていたのが特徴。これによりトルクロットを省略していた。また燃料タンクは後続距離の問題からこのクラスでは異例に大きい 65L タンクを採用していた。発売直後のグレード展開は以下の通り。全7種でグジは8トラックカーステレオを標準装備したシリーズの豪華モデル。 それ以外のグレードは、グランドファミリアに準じていたが、ロータリーエンジンを搭載するという性格上、全車にディスクブレーキを標準装備していた。なお、セダングレームには、国産初のガラスプリントアンテナを採用している。1972年1月には、グランドファミリア版をベースにロータリーエンジンを搭載して、常用登録としたスポーツワゴンと10アンペア型搭載車では、 初となる RE マチックを追加。さらに、同年9月には最高出力120馬力の 12A 型エンジンを搭載したサバンナ GT が発売された。これは日本 GP 優勝者の市販バージョンでエンジンのパワーアップに伴いサスペンションも強化され、トランスミッションは5速タイプとなった。前年12月の富士ツーリストトロフィー500マイルで10アンペア搭載モデルが スカイライン GT-R の連勝記録を止めたこと、値段が比較的安価であったことで、コストパフォーマンスに優れたスポーティーカーとして人気があった。その一方で、抵抗会社であることを積極的にアピールし、1973年6月には、サーマルリアクターを装着した 12A 型を搭載した、昭和50年度排出ガス規制適合車の AP をシリーズに加えた。 1974年11月には10アンペア型、エンジン搭載車がカタログ落ちし、12A 型に換装。GT を含めた前車が、昭和50年度排出ガス規制に適合する。1975年10月にマイナーチェンジを受けて、昭和51年度排出ガス規制に適合するが、後継のサバンナ RX-7 が登場する。 形で1978年に製造中止となった。生産台数は285,887台。サバンナを使用したドライバーとして、最も有名なのは、片山ヨ美であり、ロータリー使いとも呼ばれていた。なお1971年のデビューと同時に、スポーツキットの開発が進行していたので、モータースポーツへの参戦は早かった。各年ごとの成績を記載する。 日本国外では1975年のルマー24時間レースにジャンロンドーが唯一のロータリー車として出場している。熱帯の草原地帯にちなむ。ありがとうございます。